はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、こちらタカラトミーアーツさんから発売されている青木海の世界ザ・シャーク全4種をやってまいりました。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあ、というわけで今日はですね、タカラトミーアーツさんから発売されている青木海の世界ザ・シャークをやってまいりました。いや、楽しみだな。全4種類ね、サメのフィギュア、ね、サメだけのガチャガチャでね、で可動式でしょ、でね、いろんなギミック、タカラトミーアーツさんですからございます。楽しみでございます。はい、それではですね、早速気になるラインナップの方行きたいと思います。それでは行きましょう、ラインナップ。というわけで、ラインナップってわけのわかんない、なんかこうワンインチパンチみたいなやり方しちゃったんですけども、すいませんね、なんかね、まあさして影響もないと思いますけども、はい、というわけで、ラインナップ行きたいと思います。まずはですね、こちらホホジロザメおいや来た、もうこれは絶対ないとダメでしょう。ただね、あのちょっとね、いろいろ調べたりとかしてね、はっと思ったんですよ僕。あのずーっと今までホオジロザメって呼んでたんですよね。え、ホホジロザメ、ウィキペディア見たんですよ、ホホジロザメ、え、俺サメ大好きなんだけど、見て、このパーカーもサメだし、グッズもね、なんと100点以上サメのグッズ持ってるんですよ。もっとあるかもしれないね。でもずっと大好きなサメ、ホホジロザメって呼んでたんですよ僕。それがですね、ホホジロザメなんです。いや、やばいと思って、もう生きてきた50年何だったんだと、サメが好きだったこの50年何だったんだと、おぎゃーと言ってから好きになったサメ、いや間違ってたのかって思ったら、実はですね、ホホジロザメでもいいそうです。またはホホジロザメ、ホホジロザメ、またはホホジロザメって書いてあったんで、いや、ほっとしましたよ。あれと思って、間違えたかなと思って。でも大丈夫だそうなんで、僕はホホジロザメの方がいいな、名前の響きとして。あと今までの自分を信じたいということも加味して、で今回ね、やっぱりね、ホホジロザメ、ここではね、ホホジロザメのフィギュアでございます。これもちゃんとしたギミックございますので、皆さん絶対欲しい、一番好きなサメでございます。はい、でね、この間調べてたんですけど、なんと知ってます、なんかメキシコとハワイの間に、メキシコハワイの間の深海にホホジロザメが集う場所があるらしいんですよ。それをみんななんて呼んでるか知ってます？ホホジロザメカフェいや怖っ。いや、ちょっと見たいけどね、なんで集うんでしょうね、不思議ですよ。まあね、ホホジロザメってあの魚とかの中ではものすごい高度な知能を持ってるんですって。だからそういうこともやりうるんですって。やりうるわ。はい、さあ続きまして、こちらシュモクザメ、出た、ハンマーヘッドシャークです。いや出ました、ハンマーヘッドシャーク、これもですね、代表的ですからね、もう誰もが知ってますよね、あの形、もう掃除機ですもん、掃除機ですよあの形。いや、ハンマーヘッドシャークはいいですよ。なんであの形なんだろうか、不思議です。はい、さあ続きまして、こちらノコギリザメ、うわ出た、ノコギリザメか。いや、この4種類の中でノコギリザメが入ってくるとはね、これすごいですよ。あのフォルム見てください、これもう出来も良さそうね、フォルムすごいでしょこれ。こんなのいるんですよ海の中、やばいよな。なんでこの形、シュモクザメに続いて、いやーすごい。はい、さあ続きまして、こちらウバザメ、おお、いや4つ選ぶ中でウバザメか最後。
ウバザメ来るかな、皆さん知らないんじゃないですか。ウバザメやばいでしょ、この見た目やばくないですか。ウバザメでかいんですよ。とにかくまたこれがでけえのなんのってすごいですから、皆様ウバザメ、ウバザメのフィギュア欲しいな、ちょっとね。えはい、というわけでね、全4種類もうバラエティに富んだ姿形、王道から全部取り揃えました。この宝富安さんのザ・シャーク4種類、今日はですね4回だけガチャってまいりました。それでは行きましょう。まずは1本目、バカリー、ね、ほらちゃんとこうホウジロザメだったりね、シマクザメだったりね、ノコギリザメ、ウバザメがこのようにで、ちょっとこうね、なんかいろいろね説明まで書いてあったり、ウバザメ、いや出た、ウバザメのフィギュアいきなり当たっちゃった。こいつですよ、これね、え最大が 12.27 の16トンみたいのがね、打ち上がったらしいですよ。引っかかってきたのかなんかで、ね、まあ記録がそれぐらいでけんですよ。やばくないですか、ウバザメ。これ見て、この可愛い顔、え、こんな顔なのって皆さん思うでしょ。口もね、これ口開け、これほら後ろのヒレがこうやって動くんですね。でもちろんこの口が開きます、今回これ口が開きます。ウバザメってのこうやって口ボコーンと開けてるんですよ。何こんなのいるなんて思うでしょ。いるんですよ、ウバザメ。やばいんですから、口開けたら中にこう骨みたいなのこう見えるんですよ、軟骨だかなんだか。それがまたね、なんか波動砲みたいな、波動砲がブカーンって開いて、そっから戦艦の波動砲が出るような、宇宙戦艦ヤマトじゃないですけど、そんな口してんですよ。でこれ優しいんですよね。あ、これね、あの口を開けてこの中であのこう海水を飲み込んでいって、この中でプランクトンをこう食べていくんですよ。ろ過っていうか、こしていくっていうか、なんか分かんないけど、これ引っかかるところがあるんですって。だからそこにプランクトンがこうついて、プランクトンを捕食していくというね。だからあのジンベエザメとかメガマウス、そしてウバザメなんです。メガマウスもなんだってなっちゃうよね。メガマウスなんですかってなりますよね。同じような感じです、こういうもうウバザメのもっともっとえげつないやつ、ウバザメのえげつない版が、メガマウスです。で優しくしたのがジンベエザメ、そんな感じ。わかんないですよね、あの調べてみます。あ、もうわかりました。じゃあウバザメの写真見ましょう。これは用意してあります、どうぞ。やばいでしょ、これでしょ、本当にこの顔で。これで意外とね、フォルムはね、実は遠くから見るとね、あのホホジロザメに似てるんですよ。ホホジロザメですか、だからちょっと間違えられることもあるらしいんですけど、こっちはもう対照的にめちゃくちゃ優しい性格、めちゃくちゃでかい。でなんと宝富安さんはですね、このでかさを表現するためにこちら見てください。これわかります、なんか、はい、こちら大きさ比較用ミニダイバーがついております。 23mm、 だから本当に最大級がいたらこれぐらい人間が小さいってことです。ミニダイバーついてる、ほらこうやってあの、いやー、わかりやすいですね、さすがですね、宝富安さん、ミニダイバー付きです。でね、性格も優しいからこうやって一緒に泳いだりできるそうですよ。ただでかいから気をつけなきゃいけませんけどね、こうね、こうやって泳ぐんですよ。こんなでかいんですよ、これミニダイバーこれぐらいですよ。だってこれが180あっても1、2、3、4、ほらね、10メートルいったらもっとでかいって。これこの人が180あったとしたら、あとこの2人分でかいんですよ、ほら一番でかい、めちゃくちゃでかいですよこれ。でしかもウバザメって骨の形態がちょっと、要はこれない骨がちょっと付き方が違う、変な感じになってる。だからこの肉がそげると、あのなんかね、首長竜みたいな骨なんですって。肉がそげちゃうと、こういうところ全部肉なんで全部なくなっちゃうと、ここ線が1本骨が入ってるんです、こうやって。だから首長竜の骨みたいになるんですって。で、昔あのニューネッシーって言って、どこかのね、漁船かなんかに網に引っかかったんですよ。
骨が、肉がちょっとボロボロついて、それが本当にネッシーみたいな骨だったんですけど、よく調べたらこのウバザメだったんじゃないかと言われております。あまりにも臭くてね、その死体捨てちゃったんです。だからウバザメじゃないかで終わってるみたいですね。はい、さあ続きまして2本目、パカリノコギリザメ。いやーいいね、めちゃくちゃよくできてる。見てくださいこれ。でこういう尾びれっていうんですか、これが動いて、顔がちょっとこうやって動くのかな、こうやって顔が。いやノコギリザメですよこれが。いやこれですね、これフンっていうらしいですよ。この先っぽ伸びてるの、この先っぽがのことをフンっていうらしいですよ。僕読めなくて一生懸命調べましたけど、フンっていう、ここの先にですね、このノコギリ状のこれがついてるわけですよ。でこれね、ちゃんとやっぱり攻撃して、獲物を取るときに攻撃したりするそうです。このノコギリ状のこのフンをですね、生かしてですね、これ切り裂いて、あのイカとかを切り裂いたりとかして、あの捕食するそうです。獲物をねやっぱり取るときに使う、攻撃する。あんまりだから威嚇するとですね、人間とかでも危ないそうなんで気をつけてくださいというね。はい、こういうそういう感じのサメでございます。これすごいな、これこんなんついてるんですよ、フン。でこれがですね、なんとこのノコギリ状のこれなんかトゲみたいに出てるじゃないですか。これなんだと思います、皆さん。これね、歯なんですって。歯すごくないですか。サメとかって歯ってこう取れたらまた生えてくるんですよ。こう裏にこうスタンバイされて、次の兵隊がスタンバイしてるみたいな、鉄砲隊みたいに。で抜けたらまたこう生えてくるんですけど、なんとこのノコギリザメのこの糞についてる歯、こいつも生えてきます。取れりゃ生えてくるらしいです。すごくないですか。取れたら生えてくるんですよこれ、抜けたら。ねえ、やばくないですか。でこいつね、こいつって言っちゃった。このノコギリザメですね、サメの中でも肉は上等らしいです。だから美味しいらしいんですよ、サメの中でも。だからね、かまぼことかに使われたりするそうです。はい、これがノコギリザメ。続きまして3本目、パカリシュモクザメ。いやー出たー、かっこいい、ハンマーヘッドシャーク。うーわーかっこいい、すげえ。この色すげえ綺麗に塗られてんだけど、めちゃくちゃいいんだけど、この色すごい綺麗、形が綺麗、この尾ひれのこの動きと。でこのね、またね、このフィギュアのいいところはですね、これ口とかが開くんじゃなくて、首がこうやって動くようになってんの、このハンマーヘッドの。これすごくないですか。ほらここの可動がこうなってるんですよ。これすごいんですよ、よくわかってる、すごい調べてらっしゃるなっていう。このハンマーヘッドの臀部がこうでかいじゃないですか、これ長いじゃないですか。でこれね、残念ながらこの人ね、ここ広すぎるために全面が四角になってるんですよ。まあ一応これ優れてるんですよ、この部分でかければでかいほど優れてるらしいんですけども、逆に目がここにあるんで、ほら目四角になっちゃうんですって。ね、だからこう首をこう動かしながらね、こう見てるらしいんですよ、この四角をこうなくしてるらしいです。だからこのギミックは首がこうやって動くようになってる。すごくないですかこれ、さすが特徴。これフィギュアでこう首動くように作ってるのあんまないんですよね、多分。だからこれよくできてると思います。色も綺麗だしね、赤シモクザメではないんですかね、茶色っぽいですもんね、赤シモクザメって。赤シモクザメの方がこう広いらしいです、この臀部。このでこれがね、微弱の電気を感じるっていうか、サメってここでそういう機能があるんですけど、こいつはこんな広いからですね、他の種よりも優れた、なんかロレンチーニとかいう名前、ロレンチーニ缶みたいな、なんかそういうその部位の名前らしいんですよ、部位というか機能というか分かんないですけど、それらしいんですよ。ロレンチーニとかなんとか、間違ってたらここに正解が出ますんで、それが
この広いがゆえに優れてると、ただそのおかげで視界が悪いとね、視覚ができてしまってるという目の前に、だどっちがいいか分かりませんけどね、まあ両方兼ね備えてないっていうところはちょっとね、いいじゃないですか、強すぎずで。じゃあですね、サメには珍しく群れで行動するというね、群れでよくいるシーンあるじゃないですか、海底からこうダイバーが撮影していっぱいこうシュモクザメがいるとかね、そういうシーンあるじゃないですか。だからあれは群れでいるからなんですよね。ここで微弱の電気でですね、砂の中にいる獲物が分かるんです、こうやってこうやってって、まあ、分かるんですと、こうやって調べると。そしたらここに A が潜ってたらこれで掘り出すんですって。やっぱりまさにこれシャベルじゃん、ハンマーヘッドというかシャベルヘッドですよ、ほら。これで掘り出して捕食。いやー、神秘的ですよ。こんな形のがいるんですよ、さっきのノコギリザメといい、すごいよね。というわけでここで3種類揃ったのでリーチ、リーチ来た、久しぶりにリーチでございます。あと1回ホホジロザメ出るんでしょうか。それでは行きましょう、4本目、バカリーウマザメ一番欲しいホホジロザメが出なかった、残念、ダイバーが2人になった。ウマザメでかい、よくできてますよ。でもいやー、ダイバーが出なかった、ダイバーじゃねえ、いや出なかったか、久しぶりに4回でフルコンプ行きたかった。いやーしょうがないね、これはしょうがないです。というわけでもね、まあフルコンプならず、まあしょうがないです、これストレートでコンプはならなかったんですけどもね、めちゃくちゃよくできてるんで、もし見かけたらやってみてください。もうすごいいい感じなんで。いやー、ね、ホホジロザメのギミックはね、口がこうグイッとグイッと歯が出たそうです。いやー見たかったな。いや本当よくできてます、これも。さあというわけで、この動画少しでも良かったなと思っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。